はい、どうも皆さんこんにちはっす、ムンスケです。信長の野望新生 PK 文豪の雷神橘洞説編、続きをやっていきたいと思います。はい、前回はですね、龍蔵寺家にね攻撃を仕掛けまして、龍蔵寺があと1城になりました。うん、で毛利とはこの古書三条を明け渡すことによって停戦を結んだわけなんですけども、あと5ヶ月経ってしまうと島津と毛利に挟まれてしまう感じになります。それまでに龍蔵寺の武将を吸収したいところやけど、先に島津に打撃を与えたいっていう気持ちもありますね。威風の宙が発生するんですよね、甲状腺に勝てば。こっちはでも耐久4500、兵数は少ない。こっちは耐久2500、だいぶ柔らかい城でも攻め手が2箇所、こっちも言うて2箇所か。どっちこっち攻めたら美味しいかな。こっちかな。残り10日で甲状腺、まあ甲状腺になりますよね。まあとりあえず軍備を整えてから考えましょうかね。はいはい、戻ってまいりました。ですね、毛利とは停戦期間過ぎてしまいました。今攻められるとやばいということなんですけども、龍蔵寺攻めはちょっと兵糧が足りなさそうなんで、一旦ね保留しときたいですね。伊万里城の兵がもうちょっと回復してくれたらね。岩屋城からで、まあ、ギリギリっていう感じなんですよね。なので今、出してる部隊はですね、こっちの小野郡やったかな、名前じゃなかった、殿郡城、誰が読めんねんはい、ということで殿郡城攻めをやっていきたいと思います。甲状腺になりますね。ただこの戦勝てば、ここは別にかなり島津は黙らせれるんじゃないでしょうかねと思っております。間違えた。こちらに。ここはこうやな。殿郡城。はい、行きましょう。詰まってんで。詰まらんとってや。兵糧そんなにないんやで。さあ
1、2、3部隊、4部隊、1、2、3、4、ああ、いいっすね。4、4で攻めれる感じかな。はい、誰か元服した。大友義宗。微妙。あ、吉岡長政。鎌町が信用。いや、まだいいかな。で、次、一条に取り次ぎ。承知いたした。で、鎌町、何回も助けに来てもらいたいから、やってみせましょう。100まで行っちゃおう。はい、見ていきましょう。弁解もございません。何？来たか。やっぱ来るんか。めんどくせー。従属吸収。吸収。あ、でも吸収した方が早いか。お聞きいただきたし、吸収しよう。で、どこ攻めてる？久留米城。うわ、久留米城落ちるぐらいの勢いじゃない？これ。一旦防衛の部隊は出さないとね。遅れてはならぬ。ご命令とあらば。いや、ピンチやな、急に。遅れてはならぬ。で、橘山にも来てるんやな。橘山はまだ時間はある。岩屋城、橘山、もう全部来てるやん。ここ3つとも来てるやん。うぜえ。まあいっか。とりあえず都の氷城攻めをやっていきます。奮い立て戦ぞ。合戦やろう。ふん。ここはできるだけサクッと落としたいですね。島津義久が鉄砲7。まあまあまあ、大数はあんま減らしたくないから。皆の者進むぞ。こちらに死の利を得ん。おげちゅ、行くぞ。足を動かせ。進め皆の者。ご命令とあらば。陣を動かす。あ、一旦軍進めていこう。敵は動かない。頂上です。なるほど。上機嫌だわ。混乱ぶち込んでやるか。あ、そう、これまさで動くべきか。歩みを進めよ。好機にございます。どうかご命令を。これでもまだ動かへんのかな。お指図、了承せずの時ぞ。ご命令とあらば。喜ばしいですな。じゃあ、こちらに。
分。動くぞ、続け。行くぞ、足を動かせ。進軍じゃ、行くぞ。ヨシヒロが動き始めた。はい、敵を退けます。動くべきか、歩みを進めよ。我が前に立ち下がるものらよ、砕け散れ。混乱付与しましたね。ご命令とあらば、敵に痛手を与えます。我が前に立ち下がるものらよ、砕け散れ。ただ者は落とせる。敵を退けるぞ。次はどのように。敵の退路を封じるぞ。こちらに敵が退路を塞がん。ご命令を下され。動くべき時は今ぞ。ここに。急ぐぞ、要所を取らねば。奮い立て、はい、来金丸。誰も共に戦わん。そう、そう。よし、飛車を打ち取った。我が先鋒、今こそ受けるがいい。よくと見るがよいわ、我が武力をな。これはもう同説の舞台だけでいいや。動くぞ、続け。こちらに。向かうは敵の軒口ぞ。最後、おっと、西松発動。一気に強くなっていく。だが衝撃の方が強い。この軍略でもって決めてくれよ。よし、これ雷霧丸ぶち込んで終わりですね。気に丸ついよ。やば、2300ついよ。かっこよ。はい、素晴らしい。これで島津を黙らして、一気に毛利との戦いをしていこう。8部隊入った？いや、6部隊。どういうこと？これで入ったかな。7部隊。まあいっか、行きましょう。急いでますんでね。さあ、威風の宙を起こす戦、攻城戦。敵1800か。3人武将を倒せば。どうせ後ろの方にいるんだろう。うん、どうかいな。はい、お道、歩みを進めよ。ここは、はぁ、死んじゃ、よくぞ。こちらに。もう一人、いかがしましょう。シガが、あ、いかがしましょう。怖いな。よし、行こう。これはよし、今ですぞ。強撃入ったね。オッケー、
よし、ナイス。これはもしかしたら楽勝かな。今ですぞ。はい、士気が増えていく。じゃあ次また指示出していこうか。お指しずを。島田さん。ああそういうことね。じゃあこうでよくて。動くべきか。統節はこう回ろっか。敵を退けるぞ、うん、ここに。で総理が真正面から。よし行こう。我が先方にて崩れるがいい。ちょっと待った。陣を動かすか。なんか指示がおかしいことになってる。こうでここに。ストーリンはこうしよう。はい、見ていこう。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。オッケー、これで本丸まで道ができましたね。決めろ。弾を食らわせてやろうぞ。オッケーオッケー。ご命令を下され。800とかか。どうかご命令を。さあ行きましょう。今こそ死をしてくれようぞ。強撃入っていく。敵兵を蹴散らすかぞ。本丸前の施設を弾を食らわせてやろうね。おいしいようにと侮るからよ。あと敵は2部隊。奮い立て、我も共に戦う。えそう、素晴らしい。よし、あとはこの舞台を挟み切って動くべきか。終わりやな。ご命令はいかに。行くぞ。足を動かせ。よし、お願いします。我が先鋒、今こそ受けるがいい。お指図、敵を攻めます。さあ、倒したか。流れが悪いわ。まだか。あと30。よし、敵を打ち払ってくれ。はい、これで達成やな。はい、報復してまいりました。うん、あーいいよ。よし、甲状腺クリア。これで威風の宙で城2個ぐらいね取れたらベストなんですけどね。さすがに無理かな。勝利を叫ぶ、来い。世に示せ。お、2個来たんちゃう。なんたることよ。なんだそりゃとか言ってた。城2個落ちた。攻め落としたり。で、この氷城が落ちたんで全部で3個。お断りします。噂に聞くより寛大な方ですね。ちょっと待ってよ、めちゃくちゃ攻めたいんやけど。防衛がね必要なんでね、ちょっとさすがに
こちらに。動くべきか。ご命令とあらば。なんでそっちに帰んの。どういうこと。あと島津が四条だけか。これは脅威にはならんな。武将を回収したい。じゃあ残ってる兵力先に出しますか。泉城から出てきたりする。1万とかで。置いとかなあかんかな。やっぱまあとりあえず動説が騎乗したらすぐに出撃ですね。これは久留米城狙いやもんな。援軍要請どこ。動説戻った。兵力が回復すればそろそろ出たいな。もうちょっと帰ってきてくれへんか。戦となるぞ。布陣を始めよ。1万2万ぐらい。2万か、でかいな。無傷の兵は特に帰ってくれてもいいと思うんやけどな。我が策を及ばす。ん？感情ってこと？なるほど。感情ね。サムタとか。ありがたき幸せ。我が策を及ばす。陣を動かすか。敵を叩くぞ。お耳に入れたきことが。感が出てる。お聞きいただきたい。士官が出てる。お聞きください。が出てる。ご指示出陣いたします。兵を奮い立て。戦ぞ。貴殿にお仕えします。貴殿にお仕えします。はあ、これどうなるかね。立花道雪の軍は出しました。立花山とか防衛拠点とかすればよかったな。立花山。
支援拠点。担当区画。おっと、帰れたりしないんか。これでいいか。待ってやー、立花山城。ありがたき幸せ。とりあえず武将は入れといた方がいい可能性はある。妖怪の喜びぞ。はい、ということで今回は毛利家との防衛戦まではできず、島津にねちょっと手痛い一撃は与えることができました。なので次回防衛ちょっと頑張っていこうかなと思います。防衛拠点のなんか作り方みたいなのは私全然わからないんで次回ちょっとね試行錯誤しながら毛利を追い払いたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。コメントもお待ちしております。はい、ではまた別の動画でお会いいたしましょう。ムンスケでした。アリアッスー。